おはようございます。2月22日木曜日朝6時の相場解説になります。え今日はですね、2時間前なんですけども、FOMC の発表がありまして、どうやら利下げがないということがね、観測されました。これによって、円安はますます進むということになります。それを表しているのが、この、えっ、ー、と、陽線じゃないかなと思いますよね。まあ、なんでまだ確定してませんけども、これから、 どんどんとね、151円に向かっていくことが予想されます。で、4時間の方をご覧いただきますと、このようになってますね。えー、この斜めのライン、これ正確にはね、1時間で見ますけども、斜めのラインを突き破って上の方に向かったのが、一旦下に行ったんですけども、下ヒゲを出しながら、今、これが陰線から陽線に変わろうとしている区等ホールでございます。まあ、下に抜けることはこれでなくなったかなってところですよね。はい。 で、ちょっと前なんですけども、ズバーンと抜けたというところがありました。これは FXORIAL の皆様にはもう動画をお送りしましたけども、そっから FOMC でどうなるかなと思ったら、この要線が出始めたってことになりますね。はい。そしてニュースの方を見ていきましょう。こちらですね。ちょっと小さいんですけども、5時59分。つい先ほどのニュースです。FOMC、利下げ、急がない姿勢を確認ということなんで、まあ、当面の利下げはないよと。 だから、円安の方に向かうってことになります。えー、それがこの辺りで語られてるんでね、またご覧いただければと思います。はい。それではもう一回ね、一時間の方を見ていきますね。とりあえず、これで、円安の方向に向かいますので、一つ目のポイントは、そうですね、このヒゲ先とこちらの方を抜けたら、まあ上の方にブレイクするところが、 あるのかなここを抜けたら151円までもう真っ白らでいいと思いますね。まあ一応ここも気にした方がいいんですけども、まあ問題ないでしょ、ここを抜ければね。151円までノンストップでドカーンと上がると思います。で、今日木曜日ですけども、明日はね、日本市場がありませんので、基本的には今日で今週のトレード終わりですからね。今日何としても利益を取って、それによってね、毎日利益の1週間ということにしていきたいなと思いますね。まああの、 無理されないでくださいでも。明日はトレードできないんで、今日何とかトライしていきましょう。こっから、下の方に行くことは、まあ、なかなか考えられないですから。うん、上昇トレンドつくんじゃないですか。チャンネルラインで言えばこういう風な形がね、もうなんかできそうですし、移動平均線があとそれに乗ってね、上に広がっていただければいいのかなってところです。ここを確認しながら、今日進めていけば、大きな失敗にはならないと思います。それでは本日もよろしくお願いします。